皆さんこんにちは、大人の保健室チャンネルのあさみもです。というわけで今日は何をするんですか？もう分かってますよね。親っていう感じなんですけど、はい、まあ新年といえばね、はい、書き初めです。書き初めなんてさ、するのすごい久々すぎて、はいはいはい、もはやいろいろ忘れています。はい、まあ今回のテーマは、はい、あさみさんの今年の抱負みたいなものと意気込みも言いつつ、まあチャンネルのことも含めて何か書にしていただければ嬉しいなと思っております。書道の経験は？あります。え？あります。えって？意外ですね。えって？習ってたとかじゃなくて？あ、習ってました。習ってたんですね。習ってました。で、なんか段とかなる前にやめちゃった気がするんですけど、あれ、なんだ、そうそう、文鎮、墨汁、筆、これなんだっけ、スリスリするやつでしょ、すずり、墨、スポイト、はい、これ乾かすやつかな。あ、ちょっと元々筆が入ってて、あー、はい、うわ懐かしい。ちょっと待って、まずは試し書きをとりあえずしていいですか？はい、だね、これはおろしたての筆をさ、最後までするとベチャっていっちゃうから、いかにここまでっていうのやりませんでした？え、それって小筆じゃなくてですか？そう、大筆は、でも全部これバラしてました？ちょっと残しますよね。ちょっとだけ残すんですか？そう、じゃないと書きにくいんですよ。うわこの感じ懐かしすぎる。最初こうやってさ、そう、墨でさ、こうやってませんでしたっけ？あ、そうだそうだ、やってませんでした。なんかそう、墨でほぐしてました。そうそうそう、これで絡む、いや、お塩しなくていいです。え、そう墨汁がない場合、お水と墨汁がないっていう、うまい、全然忘れてた。あ、そういうこと、はい、あれ無意味な、こうやりたかったの。けど俺のはすごいなくなってた覚えがあります。墨が、はい、あのどうしてもそっちをやりたかった。あ、そうですよね。ですよね。ですよね。やっぱやりたいよね。そう、じゃあ今年はうさぎだしだから、とりあえず試しね。ね、試しはこういうことだよ。そうそうそう、こういう試しにしといて。書き初めですからね、初めて書くやつだから。じゃあ試し書きも終了したことですし、最初はね、ケバケバ出てきちゃうからね。安い筆と高い筆があって、やっぱ高い筆の方が綺麗に描けた記憶がある。あ、この小筆も一応ね、やっときましょうか。なんとか筆を選ばずって言いますよね。あー、全然わからないです。2023年ですね。私自身、そして大人の保健室チャンネルの抱負を漢字一文字で書いていきたいと思います。できました。はい、ちょっと書き順がね、自信なかったんですけれども、私も年女であり、年女なんです。なので、まあ、うさぎということで、もうぴょんぴょんと、ぴょーんとね、飛び跳ねるようなイメージ、そしてチャンネルもバズりますようにっていう意味を込めて、飛ぶ？はい、というわけでこちらです。ちょっとここは
名前のスペースを忘れてたんですけど可愛いですねそうでも、はい、合ってますよね漢字。あ、合ってますよかった。跳ねる合ってます。跳ねるバズる、はい、飛び跳ねるぴょんぴょんと行きましょうじゃないか。素晴らしいですね。はい、イエーイ。一文字はねできました。はい、けど一発目ですからね。そうです、一発目。あ、でもやっぱ一発目っていうのは迷いとか生じちゃいけないんでしょうね。こうやっぱバババババって。そうですね、ちょっと書き順躊躇しちゃったよね。これでね、まずはこうウサギのスピードで成長していこうっていうのも1,2,3,4,5,6,7。えや、ピョンが、ピョン、あーちょっと間違えちゃった。あ、しかもここ最後止めなんですね。まあこれもまた学びましたね。 OK です。そして四字熟語。はい、安美さん、はい、どうですか、漢字は浮かびましたか？バッチリです。わかりました。じゃあ期待してます。そう、ちょっとねやっぱこう優しさが出ちゃったんですよ、はいはいはい、一発目は。だから次はどうしてもこう気持ちと勢いを大事にしていこうと思うので、芸術ですからね。お願いします。よし、芸術でいきますよ。芸術作品、はい、私の漢字、漢字だけちょっと。獣編に物ですね、まず。獣編、獣編ってどう書くの？こう、あの上だけ出てる、下は出ないですね。下はで、こう、こうでいいんだよね。こうです、こういうことです、ね、あ、そうです、そうです。2回獣来るのね、OK、じゃあ行きます。そうですね、行きます。間違えた、合ってる、合ってます。はい、あ、いいんじゃないでしょうか。もう墨汁が足りなくて足りなくて。これ水で薄めませんでしたっけ？そんなことない？墨汁自体は薄めないんじゃないですか。あー、でも本当は1回で書かなきゃいけないんですよね。え、1回ですよね、今書いたの。あ、その墨汁写真。あー、なるほど。そんなことない？一文字ですよね。そう、一文字も書けなかったね。もう途中で足しちゃった。はい、そうです、2023年の私の四字熟語、ダーダーン。どう？いいですね。いい？もう猪突猛進感すごいですね。出てる、出てる？出てますね。ちょっと突でよりみ、あのちょっとブレてますけど。ちょっとブレちゃった。それはアサリさんっぽくていいですね。ちょっとブレちゃったって。まっすぐいけないですよね。ちょっとやっぱ、ちょっとブレちゃうのある人間ですから。ちょっとブレちゃったけど、最初でいいと思う。勢いがあって。すごいですね。どんどん突き進んでいこうぜ。この見てるみんなも一緒に突き進んでいこうぜっていう意味を込めて、こちら、猪突猛進にいたしました。なるほど。どうや、飛んで、飛んで、跳ねて、跳ねてね。ぴょんぴょんしながら進むと。そう、跳ねて、ちょっと、もうイノシシとウサギがいるみたいな。そうそうそう、飛びながら進むっていう。いや、すごい。忙しくなりますよ、これは。忙しい1年ですね。忙しい1年になることでしょう。はい。どうですか、でも、大人の保健室ちゃんでも忙しくなりますので、皆さんお時間の確保、よろしくお願いします。